お疲れ様です。今日はこちらマジアチドリルやっていきます。さあこちらのデッキですね、先日ね、クロロアリーグというね、まあ、世界大会の、まあ、出場を決める世界大会みたいなのがありまして、まあ、そこで優勝してましたね、モハメドライト選手が使ってたデッキかな。結構なんか大事な場面でよく使っていたイメージがある、かつ、ほぼ勝ってた、はい、このデッキを使ってる時はだいぶ勝ってた、印象がありますんで、ちょっとね絶対強いだろっていう絶対デッキが強いだろって、まあ本人が強いのは間違いないんですけど、はい、やっていこうと思います。で、まあ強いのがまあ文句だよな。もう最近文句、ジャイにもロイにも高回転にもいるんでね。まあこれはロイジャイっぽいかな、 LSP 入ってるんでね。このなんか最近地味にいるウィザードとかにも強いんでね、もうやだこれ。削れんのでかい、頑張れ。エリスピサイタンでこれコウモリも強いぞ、いいね。しかもこれダーガが寝る、ユニット追加、ゴーストマルカ、ロキコヤ、珍しい。行ってもいい気がすんな、なぜなら寝ているから。でワンチャンユニット次第では、絶妙になんか犬くに犬けんな。いやこの文句がもう強いよな正直。まあこれトリトンからしばいてあげて、この端前のさ、なんかユニットの残りに文句をつけるだけでも強いの。 LSP 使ったらコウモリ追加したいね。はい、使えるだろ。おなんかミスってね、え絶対ユニット間違えたやん。エースピ使ったんでコウモリ追加して、ゴーストも追加してロケ行こう。いや絶対きついぞ、3コストリート産んで寝る。タルババの位置をさ警戒しながら、あの犬き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 だい、もう一枚早く使って。いや犬いてもいいが、犬かなくたっていいな。うえ124よ気持ちよくなるためだけにマジアチを使うのはもったいないでしょうと。そう1倍タイムだけでだいぶ削れたな。でウィザード地味強だよな。で、まあ、相手文句でウィザード跳ね返したいと思うんですけど、俺も文句で相手の相手のね文句の反射を、返せますんで。タルボは結果 LSP 採点でこれ跳ね返るやん熱あそれ強いな。いやでもなんか全然止まった、やばい。うんこそうんこそ、おい、いやいいな。なんか施設がないんですけど、まあマジドリルが施設か一応。そこ守りが固めな、トルネで下げてロイジャイね、攻撃できればね、近くへダメージありますけど、トルネで下げたら無意味というわけで、さあ、ロイジャイに対しても、だいぶ良かったな。だから、一倍強かったな。なんか珍しいコウモリがね、対空がマジアチウィザードコウモリで、だいぶ強いか。コウモリいることによって、まあ、ダガーとかが寝た時のプレッシャーが強い。てか、コウモリでダガーが寝るしな。なんか地味にいいかもね。なんか普通だったら LSP とかさ、なんか1コスのね、そういうのにしたくなる気持ちもあるが、いやーめんどいなゴーレムか。いやこの防衛悩むよな、まあ、遅れてウィザードでもいいしマジアチでもいいが、どっちが正解なんだ。あーめんどいな、でかインドラ焼いてくんねえかな、範囲が終わるか。いやまあまあまあ、これウィザード残ってインドラを一発殴ってこい、えらいね。まあ残ってんで適当にユニット行って、いやーだから強いか、強いな。さあゴブリンもいるよ、ゴブリンコウモリゴーレムインドラ、すげえなんか呪文枯渇ゴーレムだね、珍しいよな。まあコウモリ防衛とかかな、なんか陸硬いの1枚ぐらいね、スケキンとかいてもおかしくなさそうだけど、ウッドやん、何これ珍しくない
ゴーレムなんていうデッキやな。インドラゴブコウモリウッド。もしなんでゴーレムなんていうデッキではあるが、いやーインドラか。まあまあまあ、ここでマジアチャがね、めんどいらしい。呪文を知りたいよな。インドラを蓋する、いいね。いやー文句マジ素敵。めちゃんこ強いんだけど。ザップね。いや、タゲ一瞬外れてんのでかい。え、これさ、間に合わん文句。いや、間に合わんのんや。なんでやねん。いや、なんかドリルでいい感じになんねえか。やべ、なんかいらねえトルネもした気もするが、シュパシュパしてるからいいか。マジいらんかったかもな。オッケーオッケーオッケー。なんか相手の攻撃が弱くね。ゴブリンコウモリだからさ。冷静に。で、ゴーレム系もあるんで、ちょっとうざめな。この辺にやっとこうや。で、トルネで。あー、ウッド強え。いや、なんかマジでトルネが下手すぎるが許してください。逆にこんだけ下手なトルネでも勝てそうっていう。ウッドやな、メか。ウィザードがもしかして最強か。ウィザード最強説もだいぶあるの。さあ、モンキウィザード組んで、正直これが止まんねえからな、基本は。え、ウッドやさ、ウッド来るわ。来い。早めに。まあ、コウモリしばきたいんでね。いや、全然刺さんね。え、抜けるそれ。一発でもいいよね、正直。楽ねー。はじめまして、こんにちはです。いや、ダメ。もう一面ザップ入りそう。あ、なんか、え、めっちゃ珍しい。ヤナアメウッドザップゴーレム、トルネがなかったね。まあまあ、でもこういう相手にはウィザードぶっ刺さりなんでね。まあ最近だとボイドもちらほらいて、そこに対してはね、このウィザードボイド撃たれたら撃たれたでマジックアーチャーも生きるし、マジアチャーボイドに鬼弱いんですけど、まあ、マジアチャーが行かれたらウィザードが生きるしみたいな、ここのどっちかが生きてくれるんで、そこも戦いやすそうではあるか。あー、ユキなんで、まあラバかスケラかぐらいかな。まあラバっぽいね。犬いてもいいけどな。やめとくか。いや、ラバ美味しいな。マジアチャーウィザードコウモリあるぞ。インドラやだな、ここで。あー、え、なんか珍しくない。んー、なんか何されても外れな気がすんな。縦線行っても無視で終わっちゃうんだよな。で、マジアチャしたらケツラバー、ウィザードしてもケツラバー、文句したらケツインド。悩ましいが、まあ相手待ってんでラバだよな。ふふ。悩ましい。後ろから縦線とかもおもろいか。端前文句もワンチャン。ユニット次第では。あー、射抜いて終わろう。これ射抜けるよな。ほい。2発。まあまあ。さあ。ウィザードから行って、まあ多分ボイド撃たれます。で、延命できたら天国ではあるが。なんか角度のいいスケドラかインドラ来るか。ボイド来ない。いや、ウィザードマジ強すぎるか。いや、しかもこれ文句の前にゴースがいんのも偉いな。やっぱ延命してもよかったな、正直。インドラからね。うざいよ。もう一枚ワンチャン使えるよ。打つタイミングむずいよな、これ相手して。跳ね返してよ。いや、マジでウィザード待って、やばい、その竹が。
頑張っているんだけど、ボイド打たれそう、マジェチ入りそう。これってさ、バルキリーのダメージコウモリをしばかれた気がすんな。いやまあ体育多いんでね、耐えてるみたいなとこある。でも攻めが通ってねえわ。いや行くよこれ。めっちゃ警戒してんね。雪が強いんだろ。え、ミスってる。でかいこれ。いや爆弾。跳ね返す。いや待って、でかいこれ。陸の相手。スケドロ。これ犬木でもよかった。残ってコウモリ。でかい。もう一枚。スケドロ。何雪玉。さ、流れが良くはなってきた。え、これ文句で反射したらさ、めちゃんかいらん。気づいた、早めに。やばい、痛いって。で、早めにインドラも射抜きたい。いや、良すぎるぞ。ゴースいる。え、待って、54や、来た。おー、まあ、体育多いんでね。気づいたら相手のタワー HP なかったけど。いや、なんかでも怖かったな。体育3枚でトルネもあって、文句もあって、ボイドか。いや、ボイドあれだけね、ちょっと怖かったが。さあ、まあ、ラーマにも安定して戦えそうですよと。陸もちょっと強いしな、ゴースト縦戦。文句。まあ、やっぱきついのは、8枚プリンセスとかね。そういうのはだるいが、マジアチが刺されば、戦えるみたいな。マジなんか万能デッキだな。まあ、世界チャンピオンがね、結構困った時に使ってた、愛用してたデッキなんで。それ幅広くはねえといけねえよなって話なんですけど、どんなデッキにも勝てるよね。またラバっぽいな、角度を変えたラバ。お、いいね、それは美味しいね。先行じゃね。しかもボイド使ったよ。最強。え、マジアチにボイド使わせてのウィザードゲーか。いや、これ早すぎた縦線。意識高いか。ウィザードをね、残したかったよね。バルキリー？ババ？まあ、どっちもパターンはあるよねと。で、ババ使った後の、このゴースト強えぞ。ボンバーぐらいじゃね、いて。もう一枚使わしたいよな。やだめ。ザップ？いいね。いやー、で、4コストリル！早くたまんないでだが、間に合い。いや、いい。これ。爆破前に。オッケー。壊れる前、ボンバーのなんかね、殴るタイミングと噛み合えば、結構入ります。で、とどめを刺すなら今ね、マジアチで射抜いたってよかったが、だいぶいい流れなのでいいでしょう。環境的にラバもちょっと多いんで、そこに刺さってんのもいいな。で、呪文がトルネードだけでね、削りもまあなんか大変だな、みたいなところも、正直、文句削りがある、これ。この文句削りだけで十分。で、ウィザード出して、ちゃんと相手のね、あれを、ケアしたい。ユキ打たれたら立てせん。必死な延命。いや、強すぎる。進化ウィザード壊れじゃない。いや、まあまあ、これちょっと入るよ、一発、ここで。その一発に価値がある。まあ、ボイド使わしたいな。で、このコウモリ頑張れ。まずい。インドラ時間稼ぎ。これ反射できん？マジなんか何がどうなってんのか分かんない。危ねえ、なんか怖え。
バー使った陸内ババか囲まれる、はい、ってことはこのドリルをどうやって守るんだ教えて。でウィザード弱っウィザードめっちゃ強くね、意味でもいいな。あとこれあれであれでつこの反射で終わるっていうこの、えうますぎるそれ、その雪玉でも雪玉使ったらみたいな、えもしかして突っ張りよっおんおんおん、文句 HP 高いねんな、マジ下方来そう、緊急下方で来ていいぐらい強い気はしますけどね。文句マジでいいデッキだな。なんかさドリルに対してのまあ受けが多い相性悪そうなデッキとかでもなんか文句の反射だとか、あとまあマジックアーチャーの犬切れ、あと進化ウィザードの事故とかでさ、なんかワンチャンありそうだよね。最後の最後に1000ダメージとか、まあなんなら2000ぐらいのダメージはねひっくり返して勝つみたいな可能性もありそうなデッキだから、そこもまたいいよね。まあコウモリ捨てるか、暇だし。スケレイジか、なんだろうな、スケレイジそんなデッキあるねえな、ジャイか。いやウィザード欲しかった、このサイクルの時に。エリゴレはまずいか、このデッキもしかしてちょっとだけまずい気もしたが、頑張ってる。あーでもどうせか、エリゴレね。まあマジアチェウィザード両方いるのはいいか。うわーこれ攻めがむずいな、なんか自分から攻めたら負けそうなんで、できるだけ受けから入りたいな。うん、でボイドエリゴレね。うわ久々に見たな、エリクサーゴーレム。いやーきつーい。がまあまあ来たらドリル防衛がある、ステイか、ボイドレイジーかな。いやまあなんか1倍タイムの方が自分が有利に見えて、なんか3ハンドぐらい取られたらもう負けそうなんで、1倍タイムこそね控えめにみたいな。マジで怖いな進化スキル。えぐようわからんダメージ受けてる今、痛すぎる。まあ、やり使ったし、うわいい文句じゃね、いいスケや、スケもあんのか、これまずいね。あ文句がある、これでかいね。え矢の羽跳ね返した、いやマジ文句つえ。いやこれね耐えてなんかユニット残ったところに端前なんか文句みたいなのが理想ではあるよな。正直耐えゲーでしかない俺は。でもその耐えんのがきついよな、呪文が多すぎて俺のマジアチもウィザードも溶かされるっていう、この悲しすぎる。これにちょっと相手負け筋踏んでない？踏んでないんかな？まあやや負け筋ではあるが、攻めんのも大事か。攻めてきてくんねえかな？さすがに。いやこれ文句回したらワンチャンあるかな？まあちょっとありそう。いや俺文句が下手すぎる全然働いてない。マジまずい、止まる気せん。
ボイドいやレイジで俺のユニット全部解けるし、ああ終わった、ああ気持ちいい気持ちいい、ゴミリンさんだエリゴレエリゴレ久々に当たったな、全然ね全然止まんなかったわ。やっぱ進化テスラ欲しいな、進化テスラのなんか偉大さがわかるよな。最近テスラばっか使ってるから何でも止まるもんな、テスラあれば。おーおー、お前もエリゴリか。あーまあロケ削りっぽいよね。いやーこのマジアチでも強いよな。ジコレデコレデコレ、おいさあ、え、でかっ。まあこれロキ削りどうだろうな、ドリルがあんま入んないけど、モンク削りただ橋前マジアチで頑張りたいかな。エレスピ使った後のコウモリ強いね。さあ稼いで稼いで、ああ近畿か、えらいな、えらくある、だいぶ。このコウモリうどそう、エームが良すぎる。お、はみ出ろ、いけ。まあまあショータイム。相手はまあドリルとかはないと思うんで、なんかマジ文句でマジアチで削れれば勝てそうだけど、後半のロケ削りがグロいな。正直これケツマジアチしてロケットくるんで、文句出して誘って反射して一発稼ぐのもありだな。これでいい。お互い削ろう。いやもうこれで事故起きそうなの嫌だな。いやーまあまあ、マジでプリンセス、じゃ文句でロケ誘いてえな。そろそろ来るよ。進化テスラもあんのかな。もう何だっていいだろ削れれば。ちょっと入ってほしい。まずい。まずい、なんだそれ、まずい。それそう、やったくない相手。おい気持ちいい、マジやちゃー、いやマジでマジやちゃ、なんだかんだ強いな。でこの削り対決の時のマジやちゃ最強だよな。やっぱプリンセスも強いけどね、やり返せるのがいいな。うん、で無理やりトルネもあるしな。やっぱマジやちゃトルネなんよね。すけ、うわーまたプリンセス削りっぽい。こんにちはこんにちは。お、珍しい。エリゴレ？スケとウィザードが一緒のデッキってエリゴレ以外あんのかな？あんま見たことねえか。嫌すぎるな、エリゴレだったら。今日はそういう日か。いや、これゴースト一発ぐらい。いかないのか。え、待って、今んとこエリゴレ。うわ！終わってますやん。いやーどうやって勝てるかな。まあ、ウィザードを延命して相手の進化ウィザードはボイドで反射して、
ができればだけど、まあドリル飛ばしてもスケキンで受けられてカウンター来るだけなんで、まあ、おとなしく後ろから行こうか。早めに文句出しちゃう、一旦。無駄になったな。うわぁ。ああ、気持ちいいだろうな、あれ。一時交換できるかな？いや、そんな概念ねえか、相手に。一旦フルブッパーか。やば。なんこれ。今日マジで、エリゴレか？やばい。やばい。やばい、マジ終わる、このデッキ止まんない。テスラ欲しいよ。よいしょ。いやー、ワンチャンスをつかむならば、まあここ許容して耐えまして、右側で形組んで相手にキング攻めさしてアドにして勝つぐらいか。いや、マジワンチャン、いいよ。ヤボイレイジの3スプレーがちょっと痛いんだよな、実はね。いや、その深海ザードもさ、強い。全然ってか、なんで今日エリゴレ2回も当たんねん。あんまいねえだろ、ギリいないよりなデッキではあるが。全然止まんない、全然止まんないが、あー俺エリゴレその文句でさ、マジュチャでちまちまやってる間にエリゴレでワンパンドカンなんだよな。エリゴレちょっとやめてもらえるかな、今日じゃないんな。テスラ使ってる時にまた来てね。まあさすがにアンラッキーよ。うん。参戦。直近ので見たらね、3分の2がエリゴレ。そんなことはない。ザップコウモリね。まあさすがにエリゴレじゃなさそうなんで幸せではある。え、めっちゃ来る。なんだこれ。ジャイスキャラ的な？結構あるよ。美味しいね。ヤザップゴブコウモリか。迫撃北的なゴールメン。え、さっきやったやん、ヨナムウッドザップゴールメン。今日の初戦の相手やん。また来た。本日2回目、高めインド。美味しい。こんにちは。え、これで溶ける。いやー、なんかやだな、このダメージが入んの。これでさ、インドゴムコウモリね。あ、でもこれマジアチャ最強サイクルじゃない？違うかな。ドリルはいらねえか、ゴブリンに対して。やべ。いやー、いっちゃう。一発？なんか学んできてんな、立ち回り。え、ボイドがないのか。あー、まあ一旦それは幸せっすよね、俺視点で。ゴブコウモリで、ウィザードダクネかなんかいたよな。これ受けよう。これ後ろ下がるよ。もっと下がってほしかった。抜いちゃおうか。だそう。で、ウィザード文句で終わりだもん。ウィザード取るねでもいいよ。いやー、これカウンター強いよ。いや、ミリ残りすぎる。いや、660やん。勝ったな。相性がいいらしい、どうも。なんもしない。もう犬。取るねもあります。気づいた、折れましたね。やばい、延命したかった。まずい、絶対ゴーレム来る。はい、こんにちは。
やばいし、ヤナメウッドザップだとウィズゲーだな。まあヤウザップ打たれたら解けるけど、まあ、結局なんか進化してたら最強だしな。おい神相性、あざす。さあというわけでエリゴレ以外にはね、まあ、戦えるかなと言ったデッキですね。まあ世界チャンピオンがね、はい、結構使ってましたんで、皆さんぜひこちら試してみてください。よければちゃんと効果もお願いします。おしとまだね。